ふぅあ、はあ…よしふぅ疲れたなあ自帰宅直後はやばいなえー、っと そろそろーうーんトラかやあイルルンおはようにいうーんルルちゃんやッホートラさんねートラどうしようかなーあ本当にごめんねちょっとちょっとね遅れた ごめんね。帰ってきたのが、今さっきだったから、ちょっとご飯ダッシュで食って。うん。9時に帰ってきて、でリーネくんの。ああ、体調はね、大丈夫。ただ、花粉やばそうだね、今日は。うん。さっきからくしゃみ止まんね。今さっきだね、9時に、そう、ツイッターの方ではね、ちょっと遅れるかもっていうね、連絡あの、ツイートはしたんだけど、いるる見てないもんね。 あったねライオンかわいいよねツイッター入れようかなあ別にやんなくてもいいと思うけどね全然うんツイッターの方がこうちょっとやらないとか言ってるかもやばいキッズラブさんハローハングル文字わかんねえ <laughs> アングル分かんねえどうしようかなぁ虎さん、虎さん虎 ハローいや絶対もういないよ多分いや今月給料入ったら綿棒買ってこなきゃな綿棒とポスカ買ってこないとな多分もういないんじゃないかなな、なん何 そそうそう綿棒がもう切れそう。ハングルノートに書いてた。ほう、ハングルノート。綿棒そう。綿棒。俺、綿棒で色のせたりしてるから。トラか。ハングル。 どうしようかな虎か虎どうしようかなうん杖になってる風にしたいよな うちの家ン綿棒を2三年分ぐらいマジで <laughs> そんなにやんの先生がやんでるなんでなんでなのんうんどうすっかな うーん。なぜ、そうそう、俺らがうるさいとかなんだか。は <laughs> は。あ。そういうこともあるよね。うーん、どっつっかな。トラか。トラ悩むな。 うちのクラスと似てるねだって虎どうやって描こうかな思いつかない時はスケッチブックに描こうかなうーん どう,しよう,かなうんトラのさ参考画像もうちょっと欲しいんだよなトラ画像トラの横向きってあんまないんだよな先生出ませんからとかうんどういうこと 先生出ませんとか言ってた何運動会とかってこと虎トラのもうちょっとなんかかわいい絵ないのかなかわいい感じのトラのやつないのかな あ,あ卒業式卒業式出ないのはやばいだろ <laughs> ある意味やばいやろトラむずいなーどうやって書こうかなートラトラ悩むね喧嘩しててうるさいって言われたぞ喧嘩しててうるさいはかわいそうすぎる喧嘩はするからなー トラさんどうしようかなーマジでトラー悩むねトラトラかーうーんあでもこんな感じか 男子背負い投げしたら職員室呼言われたあらみんな思ってる甘いケンカに先生がいないとやばいくらい、うん、やばいねそれはやばいね、うん、それは普通になるかもなうん。っていうことは。 ちょっと違うところに書きたいななんかマ丸とか出てくるなもうスケッチブックの書く場所ないんじゃないもうなさそうだなああ買ってこなきゃなスケッチブック書く場所なさそうなんかいろいろとさ書いてるからさ イでしょかわいそう。<laughs> よくご飯食っただけだからマジで腹減ったな。で、見てるの3回からうるさいって注意した後喧嘩してるの気づいてやめた。なるほど。<laughs> 気づかなすぎな。うん 어. 음. 토라카. <laughs> 本当うずいな俺かけんのかなくるくるしてる治ったまたくるくるしてる ちゃんだけになったの表示がお疲れさですいやマジなどうすんだよなうんかクワっぽいなうーん まあ推しとかが配信してんだろうなこの時間でああなんかあんま書く気がねここ最近ないんだよねどうしよう おり僕もないだからツイッターのとこ遅れてるなるほどいやーどうすっかな虎か歯磨きね大事だね虎か虎悩むなーこれじゃないなー の形ではねえな悩みに悩んでるんだよね虎うん楽楽休憩ト虎やめよういや虎はちょっと描きたいんだよね通いになったものとしてちょっと描きたくてさうん軽く書いただけだからあれなんだよ うんピクシブ懐かしいピクシブかピクシブ懐かしいなちょっとね うーん虎か虎虎のいい形がねあれはいいんだけどうんピクシブ使う人と使わない人結構分かれるよね ほーらすっげえ思いつかないどうしようかな虎のかわいいイラストってないんだなやっぱ生み出すしかないかな路地裏でか影とが泣いてて誰がああキ人だキ人にキ人が泣いてて誰かが明人に手をピクシュー最高 ピクシブかポイピクが分かんない俺なんかここ最近ほんとにピクシブは有者あマジほんとにうんピクシブか 週は使おうって思わないなうんははは 炎とな,し漫画かなるほどねうんやっぱさ絵の描ける描けないの調子ってあるよね。 コロンさんんのやつ短かったんじゃないきっと契約じゃないけどさめっちゃ払いたいめっちゃ食ったの何食べたの今日ほうちょっとくれえわめんめたんわかるいやほんとね絵ってね書けない時は書けないね うん、ちょっと今日は書かないでおこうかなこうしばし書いてないんだけどさ <laughs> しばし書いてないんだけどロジああなるほどね。 ラーメン上海も食ったの。すげえな。ラーメン上海はすげえわ。 ラーメンす。寿司23皿めっちゃ食べるやん。ルルちゃんめっちゃ食べるやん。めっちゃ食べるやん。意外と大食いファイター。ね、寿司23皿ってすごいよね。16皿もすごくない なかなかじゃないあっミジュル版だお久しぶりどう,もどうもどうもどうも最高40皿40皿ってことは80個食ったってこと ?80 巻食った感じ いやーラクオ君やホクロロさんどうもあれリーニ君まだやってるよね多分うんそれは普通にすげえわ女の子でそれはすげえわマジ ?20 枚ぐらい食うマジでえ どういうこと <laughs> なんかあったのすげえやろいやすごいわ俺だって90で結構きつかったで90食べ90こくって結構きつかったで、うん、<laughs> 腹苦しいってなってたけどそう、すしの話 いや、すごいよね。それでもね。はま寿司のやつ好き。100皿食べたよ。うーん、100、あの、企画でやってた。前の配信アプリで。あれもうさ、配信アプリがなくなっちゃってからね。私10歳いけない。女性ってそんなもんじゃない今何書いてるんですか虎を書いてるんだけど、なんか、 なかなかいい形が思いつかなくて止まってる <laughs>。っていうのが現状。っていう。そう。前の配信アプリをて録画残せたんだけど。あの。配信アプリ自体がなくなっちゃったから残ってないんだよね。あれ、YouTube に撮っとけばよかったなーって。録画し保存しといて。 諦めたらこうそうそうちゃんちゃんそう虎ラ,ライオンと対なるって書こうかなと思ってお寿司っておい,おいしいよねお寿司美味しいよ俺は寿司が大好きですね肉より寿司派だね俺どちらかというといいですねそう虎を描こうと思ったんだけど全然今形がもう構想つかなくて書けてないんですね そんな話をしてた今いいなあここ最近あんまり量食べれなくなってきたからな青い虎そうそう青い虎にしようかな最初にうん、いや口開けるつもりでいたんだけどどうしようかなって感じ反対向きで書きたいんだけど反対向き実は結構苦手でちょっとねいろいろ考えてるんだよね そうさっきもスケッチブックにちょこちょこ書いてたんだけど魚食べたい魚うんお魚食べたいね俺もお魚がやっぱ好きかな俺はそう書こうと思ってたんだけどちょっとし。 苦手な向きいやーでもやっぱこれ課題なんだよね自分でもやっぱうん自分でも課題だね逆向き実は書きづらい。 苦手意識はある青いトラかっこいいよねうん誕生日お祝いしたかったんだけど仕方ないねなんかあったの <laughs> なんかあったのね どっちもいけるああ寿司と肉 <laughs> まあ好きどっちもいけるはいけるようーんでも肉か魚かって言われたら魚かなって話そう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 いう話 私はお米お米が大好きあおこお米お米いいよねまあ結構みんなどっち派なんだろうパンとお米とさ麺あるじゃん嫌われてるみたい <laughs> えそれはネガティブに考えすぎじゃなくて 信者お米信者米やろうお米みんな米なのやなパン嫌いあパン嫌いパン嫌いか遅れたコーンフレークあその手遅れたコーンフレークっていうパターンあるんだねパンハほう なんかさ正直さあの家庭の環境ありそうじゃないうんだと思うよねでもそうだからもういいやってんどういうことああもまあオスオサいエは人それぞれだから別にいいとは思うけど。うん ああまあ来れるとき来てくださいぜひパン派だけどねパン派なんかいヤッホーキュウキュウちゃんハトミありがとうちょっともう虎を描こうとしてるんだけど虎が全然思いつかなくて止まってるっていう状況キュウキュウちゃんどうしようなんかこうだって来ないんだよねライオンがスラスラ描けすぎたな多分ドア ドアどういうこと虎か虎を描くのうーん私一人くんなってもなんともないよいやー寂しいとは思うけどな 新しい推しの探して、うん、まあい、いいと思うよ。まあ別に、推しを変えるなとは言わないしね、別に。うーん。まあ、人それぞれだよね。ただただただたうん、しか混じってないいる,る推しの声優が好き。へーうんアキトくんのってこと 最近、あ、これ言うんだ。ちょっと、宿題してくるので抜けます。戻れそうだったら戻ってきいてらっしゃい。まあ、トナカイね、うん。人それぞれだよね。まあ、そうね。好きって、まあ、それぞれ、まあ、こうしたいっていうのがあれば、うん。イエス。リンゴリンゴトマト。いってらー。 最近学校行ってないどうしたケケギちゃんどうした何かあったみんなこれは落語です。何が <laughs> ああリンゴだった。リン,、うん、リンゴどういうこと 精神的にね、ああ、お休みしてる。生きるの死んじくない。生きてるだけで偉いだよ。へどれこれ <laughs>。どれが違うのカートリッキーでさ。 最近学校行こうかなと思ってる。待って、猫違反って行ってないの、学校。行ってるもんだと思ったあでもさ、昼に、こう、何、コメント来る子は行ってないんだろうなって、密かに思ってはいたけど、生きてて楽しい。ね生きてるだけで偉いよ。うん、一応行ってるけど、うんうん。 まあねえ難しいよね「うつを連れてくれ <laughs>」じゃないのよ行ける時に行けばいいんだようんかここ最近豆がすごいんだよな さあ持ってるせいかさあ,あれなんだけどすごない <laughs> 豆見えるかなやばないこっちもそうなんだけどああ親が厳しいか友達の方がやばい何が ここすごいんよね。頑張ってる証拠。もうなんか、ほんとボコ、あ、豆、あ、そう。俺もうここすごいんだよね。なんかガサガサしててさ。なんか、嫌だなと思いながら。 はあ、21分か早いな早いなんかさなんか図工の授業でさこうなえるっていうことなんかない あのはみ出しとか以外なんかさみんながやってるようなさ失敗とかってないなんかさ思い浮かぶのでも今学生人がいるから聞きたいんだけどさ嫌んではないけど絵をバカにしてきたやつらを見返すために絵本ああそっか絵の具がなかった 時ボンドとかがのりめっちゃつけられるとえな何誰かにってこと <laughs> 誰かにあのさ手手につくのもいいあのりとかボンド ああ、絵の具がなかった時か。白がなかった時とかかな。なんかさ、あとこれってみんな共感すんのかななんかさ、先生が来た時さ、絵隠さん <laughs> 先生がさ、後ろから来るとさ、絵隠さないあ、隠さないか。隠さないか。 あのさ、絵をさ、こうさ、先生がさ、まあ、見るためにさ、こう、机とかさ、隠すときは隠す。なんかさ、やってさ、<laughs> しないしないか。じゃああんま響かないな。うん、隠す人いなかったなんかさ、隠すときは隠す。なんかさ、 そうか、隠さないか。うーん。じゃあ違うんだななんかさなんでか知んないけどさデッサンのさ持ち方のさこれはさ伸びたんだよね。友達が来た時は隠す。あー。なんでこれは伸びたんだろうね。4000再生言ってたんだよね。<laughs> これの動画なぜか伸びたんだよ。めっちゃ。 なぜか知んないけど伸びたんだよな。でもいいねとコメントが薄かったんだよね。もう視聴維持率はすっげえ良かったんだよ。60%ぐらいいってた。最後まで見るんだけど、そこからやっぱいいねとフォローがつかないといけないから、多分言わなきゃいけないんだよね。ゆずきちゃんお帰り。お風呂からお帰りなさい。 ただいいまなさい今日何回ただいま言えばいいんだ。<laughs> ピクシーか。再生されてにいいねもコメントもなんかね。そうなんだよね。再生されてるのにそうコメント数が多分あれがあったら伸びてたんだろうなとかね。結構やっぱ考えるんだよね。うん だって、猫ちゃんのピクシュー見たいだって。そうなんだよね。再生回数だけ伸びてもな。やっぱフォローにつながんなかったりとかさ。やっぱフォローは言わなきゃい。ああ、絵文字3つ言わなくなったのはあるかも。いや、試してるんだけどね。やっぱシンプルな動画の方がやっぱ伸びるし。 そうなんかねどうしようか悩んでるんだよね今日つも遅刻するつもりだから8時ぐらいに起きて準備しといて足痛くて歩けなくてはって何何で何で何で足が痛くなっちゃったのなん <laughs> 何でなん ふぅーふなんかないかな 鈴木きちゃん大丈夫ね。大丈夫かよって感じだよね。私めっちゃ元気。元気すぎて怖い。いいじゃん。元気がやっぱ一番だよ。え、あの地球に面白い地味に面白い白いのがビュンってなった動画伸びてて。あれはね、やっぱね、バズるとは思ったもん。うん。私も活動家7人フォローしてくれたけど、どうやったら増えんだろうって思う。やっぱね、こう、 次見たくなるようにしなきゃいけないんだよね。だからやっぱり動画も、俺もやっぱ今試してんのは、やっぱね、なんだろう、絵文字3つのコメントと、ここまで見たら絵文字3つのコメントとフォローよろしく頼むなっていう、楽マりのセリハあるじゃん。あれがね、やっぱあった方が、フォロー率はやっぱいい。全然フォローする。してくれる人。やっぱね、 ここまで見たからフォローしなきゃいけないんだってなってやっぱフォローする人は増えたねうーんやっぱそういうのはただその続きを見せたくなるようにやんなきゃいけないから今難しいんだよねそうだから例えばじゃあ興味の引くなんかお題タイトル最初に言ってでまあなんだろうその最初間にうーんフォローしなんかと 三つと、なんか自然の流れの方がいいかも。だから俺、基本的に絵文字三つのコメントだけの時もあるし、フォローしてほしいなって時は、フォロー。だから同じだとちょっとう,うっとうしくなるじゃん。やっぱ。だから、間外してる時もある。でもやっぱ、フォローしてほしい時のあの、フォローしてのコメントの方が、やっぱり一人二人はフォローしてくれるね。数再生。まあ、バズればもっと違うけど、 いやまあ,まあ知ってもらうことが大事だから、何を発信してて、何を、なんだろう、こう、動画をやってる、活動してるのかっていうのが、やっぱりわかんなきゃいけないんだよね。そう。だから俺はあるあるっていう風に絞って、メインは美術のあるあるっていう風にしてるから、うーん。 そうなんだよね。あとやっぱね、絵の具が映ってる動画がやっぱね、伸びてるんだよね。そう。絵の具でただただ色が混ぜてる動画とかは、やっぱ伸びてるんだよね。てから混ぜながらの動画って結構大事なのかなって。例えばさ、ごめん。 えっと、結構さこういろんな動画ジャンルを見てるんだけどそのただ食べてる動画でかつその今の話題の例えばさ岸田総理がなんちゃらかんちゃらとかさなんかその脱税だとかそういうなんかこう気が引くようなタイトルを言いながらご飯を食べるっていう動画が結構あったりするんだけど。 あれって、でも普段やってることじゃん。で、美術とかってさ、その、なんだろう、うこう、絵の具を混ぜてるとこって、えっ、ー、と、普段さ、こう、日常に出てくるじゃん。小学生とか、まあ、ターゲットにもよるんだけど、ああ、絵の具混ぜてるな、混ぜてる、絵描くのかな、って見ちゃう人もいいん中、そのあるあるを言われると、やっぱ見たくなるんだよね。 猫さんじゃない。猫さんも、まあ、猫の動画でもあるかもしれないけど、食べる系の動画で、こう日常のこう、どう思うみたいな動画は結構多い。そうそうそう,そう。なんか、混ぜる動画は強いのかなーとか。ASMR はね、ダメだね。俺はあんまりハマってないと思う。えってマジで、うーん、やっぱ、 やっぱね、どの傾向もそうだけど、アート系の動画って、日本でバズろうとしたら、もうね、多分キャラクターとかこう持ってないじゃダメだと思う。伸びない、うん。伸びてる人って多分海外バズだし、あそくんとかもそうだけど、もうその形でなっちゃってる人たちはもうそれでしか伸びないと思う。うん、だってさ、あの、 なんだろう。ペイントセイヤーさんもそうだけど、ペイントセイヤーさんもさ、やっぱ海外バズはあると思うんだよ。でも、日本人としてのキャラクター持ってるじゃん。えー、喋るだけの動画だってあるし。で、喋んない動画って再生回数異常なんだよ。うん、まあフォロワーパワーも絶対それはあるとは思うんだよね。 うん。せさんはいう、うん。ミールはキャラを持ってる。だからミールはさ、でも日本人であれだけでってことはさ、やっぱりキャラクターがないとダメなわけじゃん。ああいうイルカちゃんと、なんだろう、こう、ミールカ班の、こう、組み合わせがいいじゃん。喋ら,らないのは今難しいと思うよ、ルールちゃん。あのね、もう見えてる。うん。音を聞いて楽しむ感じはいいんだけど、 それだったら、多分、もう完全に、なんだろう、う海外向けてやってった方がいいと思うよ。え、ルルも多分、なんだろう、こうか、英語にしてでやってった方がいいかもね。みルるんちゃんはじめはなが名前書きしてた。うん、ここ最近やってないね。名前書きね。まあ、数をこう稼ごうって言うんだったら、 ああいう名前書きは大事だけど、質の悪いフォロワー増えそうで嫌なんだよね。わかるただただフォローしただけじゃん。ってことは多分動画は見ないよね。忙しいよ。メールは忙しそう。うーん。まあもう忙しいよね。あそこの規模でだってもう多分普通に稼げてると思うから。TikTok だけで。ははは。 名前書きのね、良さが分かんない、俺は。正直。うん。承認ユッケが強いアプリだからこそやってもいいんだけど、そこじゃないだろうっていうのはやっぱあるかな。今じゃないんじゃない、うんゆ、ゆ、あそうだね。ルルちゃんね、YouTube の方がいいかも、音だったら。結構。 ASMR の音なんだろうこう英語でハッシュタグで ASMR つけるだけで全然違うからそうアイコンにできるって言ってもさそれをずっとつけてくれるっていう保証なくないうんつけてそのアイコンにしてもらわなきゃ意味がないからね正直あルルちゃん違うんだよルルちゃん YouTube がいい理由教えてあげよっか TikTok よりいいよ 英語でやったら、全く来なくなる、日本のアンチ。<laughs> 本当に来なくなるよ。うん、英語だったら、読めないから、あの、全然平気よ。YouTube 英語でやるのはね、ありだと思うよ、ルルちゃん。まあ、あ見つけてもらえるまでに時間かかるかもね。うん 俺も1,000人長かったしないまだ登録者増えてるからね俺なんでっていうぐらい増えてるねもうちょいで1300いきそうだしねどうしたルルちゃんテン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 メンタルだいぶ強くなったよ私も出してた時主のアイコン書いてたけどずっとしてなかったよ あ、もうでね。うん。うちもやってたけど、スマホ壊して。どういうこと壊してもうないって <laughs>。もうあと7分か。早いなあ。あ,あ、YouTube なかも,もう一回作りゃいいじゃん。ユーチュー YouTube 作るのはまあ簡単だから。 これも頑張んなきゃなぁ。今日動画上げてないんだよね。動画どうしようかな。何がいいと思うめんどいからやだ。<laughs> それじゃあ何も先進まないぜ。いやー、いいメンタル強いのはね、いいことよ。うん、いいことだで。 おそろ待チクさもでしょこの衣装書いてって増えあーまあ無料じゃないからね時間かけて書いてますからねうんただじゃないんだよねめっちゃ戦ってたらメンタル増えてたゲームみたいなあ好あなるほどね なんか絵を描こうとなとき何も思いつかないけどなんか急にこう、ああ、それはあるな。美術あるあるってさ、すっげえ難しいんだよね、やっぱ。なんかさ、こう、結構俺ね、その美術あるあるを始めてからさ、ちょこちょこ、こう、例えば弟とかさ、あのー、まあ、周りの身近な人にさ、 なんか、こういう失敗談ないっすかとか、美術。うん。美術終わりにめっちゃふく俺、それね、うん、やった気がする。<laughs> 時間経つの早いよね。うん、簡単に書いてると思って、いや、思ってる人の方が大体だよね。うん。書い、そうなんだよね。 早いね。時間経つのは早い。曲つ問題児に投げられたの曲なげら、うん。ちょ、聞いて、る落音。はい。アキト君がやったの服呼ばれてんのはね、多分やったかな。やった気がする。ま、あなんか同じことやってもいいとは思うよね。 プラス7分にしましまょうどういうどいことプラス7分って見る落語句イラストいやいいよ全然見るよけどはっきりは見えないけど遠めにはなっちゃうけど。 ああやろうかなーそれ消しゴムで消した時髪破けるちょっとやりたいプラスああそういうことああ7分やるかじゃあ追加で7分ぐらいだったらいいよ7分ぐらいやるよそしたらプラスで7分やるわで俺靴開かないで若干雪あるまま靴下で走って取りに行ってない 俺、俺、靴下開かないで、若干行けるの。靴下で走って、取りに行ってない。あ、かっこいいわ。確かに。すげえわ。アイコンにしてくる。うん。どうぞどうぞ。確かし。えー、やった。7分追加で。はい。やりたいなぁ。それにしようかな、動画。 消しゴムあるかな俺。<laughs> 消しゴムあるとは思うんだけど。ああ、俺消しゴム。それーいいな。なえるわ。いや、あったよ。ものしか使わないですね。消しゴムは使わない。あ、ほんとに いやでもさやるよねわかるようんちょっとやろうちょっとそれ今日のネタにしよう <laughs> 今日何かしら動画をあげたいなって思ってたから それをどうやって自然現象にさせようかなで、その後なんか、外で戦闘者が一緒に投げられたから危ないと思って走ってそのこと逃げた。うん、それが正解。授業中へ帰ってるわかるー。授業中落書きしてる時が幸せじゃない <laughs> あー、筆圧ね。 それもいいな。ちょっとメモっとこう。俺さ、見えるん、見えるんじゃない。イルルんのさ、あの、背景塗るがめんどくさいはさ、メモってあるのよ。あとなんだっけえー、っと、教科書だよね。教科書に楽、教科書に、授業中教科書に、 楽しいえー、っとあんなんだっけ先 <laughs> 生に出すテスそれ怒られるんじゃないあ影響で完成したおめでとうあなんかコメントもらえるようなものがいいよな あれ、クロロさん、イラストはどうする見る何度も絵の具重ねると、謎の粉出てくる。あー、水彩画で出てくるやつね。あー、絵の具、粉ね。あったなー、水彩絵の具で。水彩、水彩。 絵の具で描くと粉出てくるやつ粉それはでもよあれだな週末やりたいかもなうんそうなんかね俺一回やろうとしたのはその みんな毎日頑張っててめっちゃ偉いっていうところにポスカのインクが垂れるっていうのをやりたくて。は出来おこさん知ってる人はみんなさ、でもさ、毎日頑張っててめっちゃ偉いって元ネタあるよね。メモっとく。粉が出る、okay。なんか冴えてきた。 あれツイッターだよ。めっちゃ偉い。毎日頑張ってて。めっちゃ偉い。<laughs> 毎日頑張ってて。違う、一万。三百七十七件のリスポイ、リスポイザ。<laughs> えこれでも元ネタあるよね元ネタ、うん、CM だよねあ CM かイリアムの CM か 変えてきたこれ上手いじゃん <laughs> デジタルできないからね本物ててねえデキさんのやつはいつなのこれデキさんのやつはデキさんの デキさんは何日なのこれあげたのあーでも6月18なんだあーやっぱデキさんが後なんだクロロちゃんかわいい <laughs> ねえうちう, <laughs> うるせえ <laughs> あと2分ですねあと2分ですそっか毎日頑張っててめっちゃえらい <laughs> あっていうふうにやりたいんだよねどうしようかな 絵描いてて、絵描いてたのを、あれにしようかな。ちょっと。いやー、ルルちゃん、落書きでも全然いいと思うけどね。うん。流 <laughs> 語大将のやつ面白いよね。あ <laughs> ほんとすごかったもんね。猫さん。 ああ、かわいい。うまいじゃん。うまいうまい。あと1分。早いね。どうしようかな。下書き書いてーああなんか、いいアイディアないかな。下書きを書いてる時ににえるとき。えっ、ー、と、違う。 消しゴム消しゴムを二度と使いたくなくなった瞬間 <laughs> ラコのうやっぱルイは友を呼ぶだと思うよ、うん、消しゴムを二度と使いたくなくなった瞬間 よしやろう。はい。ってことで、皆様、えー、また、えー、また、明日、明日、消しゴム降りたとき、あー、消しゴム降りたときはあれだね。ゆずきちゃん、終わる。終わるで。はい。おかえり。お帰り。終わるで。あだ、あらやだ、お世辞。お世辞,お世辞ではないかな。ルルちゃん、うまいと思うよ。はい。ってことで、皆様、バイバーイ。じゃあね。またね。また明日。ゆる,るんちゃん、うまいよ。 終わるよ、終わる。またねー。バイバイ。寝ますよ。バイバイ。じゃあねー。せっかく来たのに。終わるよ。延長したからね、さらに。バイバイ。おつらく。